正義の味方、ファビュラス仮面。お嬢さん、何か困ったことがあったらこのファビュラス仮面に言ってください。私がすべて解決してあげよう。お姉さんももし何か困ったことがあったらこのファビュラス仮面にぜひ言ってください。肩もみからマッサージ、何でもこなしますよ。池田？知りませんね。誰ですかそれは。お悩み相談、何でも受け付けますよ。この正義の味方、池、ファビュラス仮面、ぜひよろしくお願いします。うん？一個増えてるぞ。勇気だと思うだろう。あるいは元気。あ、出た。こちらの PC 版グラビアアイドルのガゴミ。ガゴミなのか、これ。これガーゴイルなのか、この頭は、そもそも。はい。よかったら、マルチプレイグループ合言葉 YNS というものを作ってます。よかったら入ってください。こういう円付きのメッセージがね、PC 版はちょっと少ないですけど、PS5 なんか山盛りありますよ。もちろんどっちも入ってください。さあ、今日はこちらの武器に行くぞ。ゴドリックオース。ゴドリックオース。さあ、この武器はな、なんと、私の脚力で足を、地面を踏みつけると、地割れが起きるという代物だ。ああ、すまない。私の名は、はじめまして。ファビュラス仮面と申します。さあ、行くぞ。前回ここで落ちたんだが、それ以前に、まずい、HUD が。HUD が消えている。あかんぞ。茶番をするといつも消えている HUD。よし、これで OK だ。お、来ないな。おお、ビビったか？なんだこれ強いな。あの一撃しないのか。待って、もしかしたらここの敵は相当強いんじゃないか。猛者揃いだな。これ引いて。おっと。一体ずつ戦うべきなら来い。まずはこいつからだ。なに？止まらない。ちょっ。おっ！なかった。さあ来い。お、固まったぞあいつ。なんだ？なんだ貴様。お、なんだお前。誰と戦ってるんだお前。お、なんだこいつ。動きがおかしいぞ。どれ？ファビュラス、ジャスティス。さあ行くぞ。ファビュラス、ジャスティス食らうか。貴様盾か。ほっ。こいつはついてくるからな。はい。ファビュラス、ジャスティス、ジャスティス。おら。これがファビュラス、ジャスティスだ。覚えておけ。貴様などには負けるわ。ファビュラス仮面は黄金を全身に身にまとう正義の味方です。まあ、いわゆるヒーローですね。はい。主に弱きを助け、憎きを築く。そういうファビュラス。ファビュラース！危ない。私が思わず弱き者になるところだった。さあ、今日はなんとね、最後までこの動画を見てくれた方に、ファビュラス仮面の正体を明かしますよ。すごい動画ですよ。特典付きです。なんだこれは。うんこか。なんだこれは。象のうんこみたいなやつだな。さあ、こっからどこへ行けばよかったんだっけな。あ、こっちか。多分こっちだな。ここで、向こうはいけないから、ここだな。ここへ降りると。おう！そうだ、こんなだった。ぶね。肝を冷やしたぜ。ぶね。まあ、いわゆるその正義の、まあ、スーパーヒーローですね。はい。まあ、今で言うとヒーローなんていうのはね、たくさんいますけどね。アベンジャーズとかね。ヒロアカ。まあ、日本だったらね、ヒロアカ。あと、まあ、そうですね。あとは、まあ、ワンパンマン埼玉なんかもヒーローですよね。日本のジャパニーズブランド。どうやって行くんだか忘れちまったな。おお、なんか驚くんだ俺これ。苦しそう。ダメだ、何回やっても慣れないなこれは。さあ、ここの下に行くぞ。そして昔ね、まあその男子たるもの、皆さん誰でもそうだと思うんですけど、すいません、女子の方いたら申し訳ないんですが、男子たるもの、ヒーローに憧れるんですよ。はい。そういう時期があるんです、絶対。あう、危ねえ。ちょ
これ来れたのかうまくね、ヒーローに憧れるんですよ。でまあそのまあ今回はちょっとね、しょうもない話、毎回しょうもない話しかしてないんですけど、まあ昔ね池田とどんなヒーローになりたいと、そういう話そういう話をしたことがあるんですよ。まああのタラレバ話ね、ヒーローにどんなヒーローになりたいと、まあいろんなヒーローいるじゃないですかね。でまあ僕は結構そのヒーローものだったらアベンジャーズとかああいうのが好きなんですよ。結構なんていうんですか、おっちゃん頑張ってる系ヒーロー結構好きで、はい、おっちゃん頑張るじゃないですかアベンジャーズって。あっ、これ乗ればいいのかな、乗ればいいのか、ちょっとよくわかんないな。うん、まあいろんな能力、どんなヒーローになりたいっていうか、そのなんかどんな能力のヒーローになりたいが正確な質問ですかね。はい。で、あ、上行くのこれ。下ちゃうの。なんだあれ、うんこが壁に張り付いてるぞ。ん？戻ってきたぞ、おい。おい、待て、ここ違うとこだぞ、おい。なんかやべえやついるぞ、あいつ。やばいな、あれ倒せるかな。いや、ファビュラス仮面行くぞ。まず一投目、ファビュラスジャスティス行く。ファビュラス、ジャスティス！いや、ロック切れたし！なんで？なんでロック切れたの今？ダメだ、奴を倒さないと、ろくに話さえできない。まずは、ファビュラスジャスティス行くぞ。奴はかなり強敵だな、この洞窟では。ファビュラス、ジャスティス！勝って！信じられん硬さや！信じられん硬さが！やばいぞ、ファビュラス、ファビュラス、ファビュラス仮面頑張れ。よし、あ、ダメダメ、バカバカ、戦機、バッ、よし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 、大丈夫、まだ大丈夫。やばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、危ない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 、ファビュラス、ジャスティス、避けて、危ないぞ、危ないぞ、ファビュラス、ジャスティ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 ス、オッケー、俺は切った。うおー、すげえ装備取ったな、おい。着てみるか。俺に似合うんじゃないか、これは。うん。おー、ファビュラス。で、まあ、まあ僕はね、ベタなんですけど、まあヒーローといえばやっぱスパイダーマンがね、結構好きで。まあ俺はやっぱスパイディみたいな、こう、驚異的な身体能力の、やっぱヒーローになりたいなとかっていう話をしてたんです。そしたらまああいつは、ああ、まあ身体能力か、まあそれはな、時間かければ割とどうにでもなるしな、みたいなこと言ってて、まあその時点でちょっときしょっと思ったんだけど、うん、いくら筋トレが好きでもさ、スパイディと並べるみたいな、ちょっと感覚を、なんていう の、 そのスナック菓子みたいな感覚で出してくるのきしょっと思って、まあそれはいいとして、おーおおおおお、高い、大丈夫なのかこれ。嘘だろ、今まで死んでたの何だったんだこの距離で。で、来ちょっと思ったんだけど、まあ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 言いそうだなと思って。じゃあどんなのがいいんだと、お前は。ここからじゃないですか皆さん、肝心なのは。そうだなーとか言ってて。で、俺当時ね、知ってたんですよ。実は、池田がちょっとね、気になる、女の子がいるっていう噂を聞いてたんですよ。まあ、その子のことを細かく言ってもしょうがないんですけど、まあ、その子はあれなんですよ。なんかその、なんか美容師さんらしく、多分年上なんです。年上好きだったんで、昔あいつ。年上で美容師さんのなんか女の子で、なんかすごい、なんか、多分1回か2回しか切ってもらったことないのに、なんか多分好きになっちゃったんだと思うんですけど。またいる！またいる！嘘だろ、こいつ。行くか。池田ジャスティス、ジャスティス、池田ジャスティスって言っちゃった。違います。ジャスティス仮面です。あ、危ねえ。ファビュラス仮面です。すいません。ジャスティス仮面じゃない。ファビュラス仮面です。いやいや、まだ正体バレてないな。うう、ファビュラス、ファビュラス、ジャスティス、うう、勝った。ほっと硬い、こいつ。硬すぎだろ。いいぞ、いいぞ、いい感じ、いい感じ。うわ、おいっさ、いける、ぬ、ぬ、ぬ、おう、ここへ来て死ぬんかい。
皆さんお間違えないように、ファビュラス仮面ですからね。さあ行くぞ。ういって、いて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 、まずいぞ。おーぶね、そいさファビュラス、ここで絶対こいつは黒煙を使ってくる。これはもう覚えた。3回攻撃すると黒煙タイムが来る。そして、うん、まずい、危ない、止めた。おーぶね、一回逃げろ。ああ何度でも蘇る男、それがファビュラス仮面。さあ行くぞ。ファビュラスジャスティス、うん、うん、ここで引く。ここで絶対黒煙来る。これはもう間違いない。確定だ。読んできたぞ、貴様の動き。なぜこの段階来て貴様の動きを読まなきゃいけないんだ、俺は。チャンス、ほっ、ファビュラスジャスティス全部ファビュラスジャスティスとか言うなよ。ああ、いいんだ、正義なんだ、ファビュラスは。危ない。さあ行くぞ、ファビュラス、オープン。危ねえ、あれ一撃だぞ、食らったら間違いなく溶けてたわ。うめ、いける、それ、うえ、これがファビュラスの力。そしてで、まあ、どんな能力かって話じゃないですか。まあ俺は、で、その話が前提にあってね、気になる女性がいるっていうのを実は知ってたんですよ。はい。だからこれ言ったんだろうなっていうのです。勇気。ありがとう。おう、白仮面、バレーか。あのね、俺は、相手の心を読んで、すべての攻撃を、一歩先手を読めるような能力があるヒーローになりたい。いや、お前多分その女の人の気持ちになるだけじゃん。お前絶対ヒーローのためじゃないだろうと思って。お前ヒーローばかりすんだよ、こいつと思って。ええ加減にせえよと思って、ほんと。俺は、その心を読むことによって、一手先の動きを読み、そしてこの身体能力を生かして戦える、みたいな。うん。そんな都合のいいことばっかねえだろうと思ったんだけど。おいぞいぞいぞ。いいぞいいぞ、お前ら。これ、ちょっとこれ早い説ないか、こいつ。もしかして。大丈夫かいな。やばい、一人死んだか。死んだな、一人な。これはちょっとかなりきついものがあるな。非常に。ういういうわ、やっぱそうなるよね。これちょっとしんどくないか。出血があれば耐えれるか。まあ、その心を読める能力が欲しいと、池田くんは。で、まあ、その半、もうちょっと先かな、1ヶ月ちょっと過ぎぐらいにまた多分美容室に行ったんですよ。まあ、その美容室行った、そのヒーロー話もまあ、完全に忘れてたんだけど、俺も。そしたら多分なんかあったんだろうね、美容室で。あのさ、昔さ、ちょっと前さ、ヒーローになる話したの覚えてるみたいな。あ、覚えてるね。ヒーロー能力だろつって。そうそう、みたいな。俺、やっぱり体が鋼鉄になる能力がいいかな、とか言して。いらない。不必要になったんだろうね。多分その、心が、相手の心が読める能力がいらなくなったんだ、多分。痛え！うざい！頑張れ！花子しかいないもん。大丈夫、俺さえ持ってれば花子は一回でくる。おっ、ぶね、ちょっと早いんじゃないか、こいつ。もしかしてレベルが段違いなんだか、今までのボスと。出血を狙う。花子ごめん花子。よしよし、ほっ、ここで、あー、やべえ、強えこいつ。まあね、そういう話があったんですよ。最初はね、敵の心を先読みして、で、まあ、ね、その先を、一歩先を行って、攻撃ができるヒーロー。あれ？何これ？行き止まりじゃん。え？ここ行き止まり？ああ、上は行き止まりだったのか。なるほどな。まあ、だと思ったよ。ああ、あなたは祭りの時にお会いしましたね。なるほど。なかなか美しいお方だ。黒髪が似合っている。私はそう。池、ファビュラス仮面と申します。正義の味方をやっています。はい。能力としては、相手の心を読めることです。相手の心を読んで、一手先に動いて、この身体能力を生かした攻撃を繰り出す。
それがファビュラス仮面の能力です。ファビュラスジャスティスと言います。覚えておいてください。よかったら、ライン、どうやらファビュラスパワーが足りなくて、あの黒煙の強敵、ダークファビュラスに勝てなかったんで、ここを突破していこう。まずは己が強くなること。さあ行くぞ。花子、よしこ。さあこいつはなかなか強敵だからな。こいつはまともな物理攻撃が通用するが、その分動きが早いぞ。気をつけろ。あと一撃能力は重い。非常に重いぞ。だが、柔らかさは、こいつはお墨付きだ。なぜなら、後半普通に出てくるモブだからな。いけるぞ。俺らの力を見せてね。ただ急げ。途中で、やばい奴が来るぞ。あいつが来ると厄介なんだ。危ないぞ。うん。火力はまあ十分だな。これぐらいだったらいける。来たぞ！もう一体が！やばいのが来たぞ！待て。ここで一回回復して。おいさ！ほいさ！片方から潰していく。いいぞ！おい！片方さえ潰せば勝てる！まずい！ここ、わーはーファミラス！私は先ほどの女性と連絡が取れなくなったおかげで新しい能力を身につけたんだ。全身が鉄になるという能力だ。だから今の私には資格などない。もちろん弱点などもな。おいさ。はい、ここで一発。はい、出血も出ちゃったよ。はい、効かない。鉄の体。やってくるね。回復していくぞ。大丈夫。ここで疲れると結構厄介だが。おっと、ここで回復。回復の隙を与えたな。ここだ！ドゥ！硬直があるな。体は硬い。ふん！すい！おっと！はぁはぁ！じゃあお嬢さん、私の正体を見せよう。心してみるがいい。私の正体は、なんと、池田さんです。びっくりしただろう。驚いてるなぁ。顔を見なくてもわかる。今心拍数が上がってるんじゃないか。え？あのファビュラス仮面が、あの有名なファビュラス仮面がなんと、池田さんだったのと。そうだろう。いい。皆まで言わなくていい。気持ちだけは伝わっている。しかしなんだら、仮面越しに見ると、みんなの顔がはっきり見えない。やはり視界が悪いと戦闘力が下がるんだ。今日は負け戦ばかりだった。あの仮面のせいなんだ。そしてデリカちゃん、君の顔も今ならはっきり見えるよ。